ルイス・ハイメ・サロム・ホラッシュは、スペインのオートバイレーサー。地中海に浮かぶマリオルカ島の都市パルマデ・マリオルカに生まれる。家が、ヤマハのディーラーを営んでおり、サロムは、わずか2歳の時に、初めてのオートバイとして、ミニモトクロッサーの PW50 に乗った。8歳の時には、バレアレス諸島のスーパーモタード選手権 50CC クラスでチャンピオンとなった。その後、 ロードレースに転向し、2005.2006年と2年連続で、バレアレス選手権 125cc クラスのチャンピオンとなった。2007年からは、スペインロードレース選手権 125cc クラスに参戦を、開始、第2戦、カタルニアで、初表彰台を獲得し、年間ランキングでは7位を記録した。またこの年は、ロードレース世界選手権のサポートレースである。 レッドブルモートジッピールーキーズカップにも参戦、圧戦で1勝を挙げて、ランキング4位となった。2008年にも、両レースへの参戦を継続、ルーキーズカップでは、開幕から5戦中4勝を挙げて、タイトル争いをリードしていたが、シーズン終盤の2レース連続リタイアが響いて、アメリカの JD ビーチに逆転され、4ポイント差の年間ランキング2位に終わった。 セブの方でもシーズン2勝を挙げ、エフレンバスケスから16ポイント差のランキング2位となった。2010年イギリス GP2009 年、サロムはロードレース世界選手権第3戦スペイン GP125cc クラスのレースにワイルドカード枠でグランプリデビュー23位で完走を果たした。その後第6戦、カタルニア GP で2度目のワイルドカード出場を経た後、 第7戦、ダッチ TT 以降は、シモーネコル氏の後任として、WRB チームのレギュラーシートを確保、シーズン残り10戦を戦った。サロムは、第10戦、イギリス GP で、ベストリザルトとなる6位に入賞、シリーズランキングでは22位を記録した。翌2010年シーズンは、開幕戦から、ランブレッタチームからの出場となった。前年は、 中国のロンシンの名前で参戦していた、このチームのマシンのパフォーマンスは低かったが、第2戦スペイン GP でこのシーズンチームにとって、唯一となるポイント獲得を果たした。この活躍が認められ、第3戦フランス GP 以降は、スティッパ・モレナーレーシングに移籍、最新ファクトリー仕様のアプリリア RSA125 を借ることとなった。サロムはトップ10圏内の常連となり、 第17戦ポルトガル GP でベストリザルトの5位を記録年間ランキング12位に成績を伸ばした。2011年シーズンもモレナーチームに残留する予定であったが資金難に陥った同チームは活動休止となってしまう。このため参戦の危機に陥っていたがチームの一部のスタッフとスポンサーにより新チーム RW レーシング GP が結成され、 サロムは引き続き RSA125 を勝ってグランプリに参戦できることとなった。2012年にはインディアナポリスでサンドロ・コルテセ、マーベリック・ビニャーレスとのバトルを制して初勝利を挙げる。第13戦のアラゴンでも勝利し、コルテセに次ぐランキング2位でシーズンを終えた。2013年はレッドブル・ KTM アジョニー籍、開幕戦のカタルーニャで勝利し、 その後も勝利を重ねシーズンをリードする。しかしながら、第16戦の日本グランプリで転倒リタイア、ランキング争いのライバル、マーベリック・ビニャーレスとアレックス・リンスにチャンスを与えてしまう。リンスはクラッシュしてリタイアしたものの、ビニャーレスは2位に入る。最終戦バレンシアでもサロムは再びクラッシュし、上位を争うリンスとビニャーレスに引き離される。 サロムはこのレースで14位となり2ポイント獲得、ファステストラップを記録したが、タイトルはビニャーレスが獲得、2位にはリースが入り、サロムはランキング3位となった。サロムは、ポンスレーシングと2015年までの契約を結び、元に2にステップアップした。かつてのライバル、マーベリック・ビニャーレスとチームメイトとなった。開幕戦のカタールでは14位、続くオースティンではリタイと、 二戦を終えた時点で2ポイントしか獲得できなかった。第七戦カタルーニャでは、ジョナス・フォルガーとクラッシュ、両者ともリタイアとなった。サロムは、レース後に病院で治療を受け、骨折した右腕の手術を受けた。2016年、サロムは、サグレーシングチームに移籍、イエスコ・ラフィンとチームメイトとなる。開幕戦カタールでは2位でフィニッシュした。 2016年6月3日に行われたカタルーニャグランプリの2回目のフリー走行開始から25分後、サロムは右の高速コーナーで点灯。この結果セッションは赤旗で中断された。事故の様子は公式のカメラでは撮影されていなかったが、13、コーナー付近の防犯カメラに映像が残されていた。サロムのマシンは舗装されたランオフエリアを一直線に滑り、 エアーフェンスへ叩きつけられ、その衝撃で髪型にバウンドした。サロムはその後に滑り込み、マシンが彼の体に落下した。サロムは治療のために、カタルーニャの病院へ搬送され、手術が行われたが、現地時間の16時55分に死亡が確認された24歳没。彼の死の結果、レースは通常のレイアウトから速度を低減するため、下位置でのレイアウトが使用されることとなった。 ありがとうございます。